はいどうもメデオです。今回ですけども9800万ダウンロード記念セレブ考察ということで、次回の激アツ記念セレブはいつ来るのかという考察動画やっていきたいなと思います。で、9700万ダウンロード記念セレブはですね、今月の6月4日に、開催されまして、まあ引いた方もまあ結構いるんじゃないかなと思うんですけど、まあラッパスが初復活ということと、またマイサリシンデレラが入ったら、かなり熱いガチャとなっておりましたけれども、じゃあ今後ね9800万いつ来るのかっていうところをね、まあ、ちょっと話していきたいなと思います。一応とりあえずね9700万いくまでの過程なんですけど、9600万が今年の3月に来ておりまして、でそこからまあ3ヶ月かからずですね。2ヶ月半ぐらいか。で、一応もう達成しているというところです。はい。っていうところになっておりますけれども、早い。まあ、100万で言うと、まあ、それぐらいの単位でね、来るということで、まあ、かなり早いかなとは思うんですけど、まあ、それより前ですと、9600万から9500万。9500万が2022年の8月31日なんですけど、ここからですね、100万増えるのに、だいぶかかってるんですよね。はい。っていうのも、9、10、11、12、1、2、3ということで、7ヶ月かかってるんですよ、100万。これ見るとですね、次回の、記念セレブ、結構先になるんじゃないかなと思われます。で今回その9700万ダウンロード記念セレブがなんで早かったかっていうところの、まあ、あの考察を言うと、まあ、やっぱり4月っすよね。4月、はい、新学期が始まって、新学期とか、まあ、新社会人が、来るというかところで、まあそこでね、新しく、スマホ契約、ね、する方が多いと。いうところで、ここでね、一気にガッと上がったと思うんですよね。まあそれでね、この2ヶ月半という、記録で、来たと思います。だからこのさ、9500万から600万に関しては、その、新学期とか、まあ新社会人の、まあそういうところの枠がね、まあなくてっていうところで、まあ多分こう7ヶ月ぐらいかかってるんですけど、そうなってくると、じゃあ9800万セレブをいつになるのかっていうところなんですけど、まあ同じぐらい、まあ半年ぐらいやっぱかかるんじゃないかなっていうところが、個人的には思ってるんですけど、やっぱ自分の予想は、2024年1月、待つぐらいかなっていうところです。はい、まあ同じペースになると思います。正直9500万から600万で、9月にですね、一応 iPhone 新型がね出るというところと、あと iPad も出ますよねっていうところがあって、ここで iPhone を買い替える方が多いと思います。でそれがね、去年とかよりも多分多いと思うんですよ。っていうのも、今回の iPhone、何 15 でいいかな15は、あの、まあ、USB-C タイプにおそらくなるということで、ライトニングケーブルがね配されるっていう、ところのメリットがあるのと、あとね、まあ、いろいろ変わるらしいっていうのがあってですね、結構、買い替える方が多いんじゃないかなと。まあ、ライトニングケーブルなくなるだけでもだいぶね、いいっすよね、正直。ケーブルをさ、そのもう本当に USB-C だけでね、いけるっていうのも、まあ、かなりでかいと思うんで、はい。iPhone 買える方が多いんじゃないかなっていうところで、これ結構がっつりね、増えると思うんですけど、まあそれでもその後、どう伸ばすかっていうところですけど、まあ、やっぱキャンペーンが重要かなと。で、それが、ま、芸能人
を絡めたやつ。それこそまあ夏のキャンペーンとかだとイグジットさんかで、去年だとさ10月もハロウィンの、キャンペーンがあって、そこもイグジットさんでしょ。夏もあって、去年夏あったんだっけ。まああったか、あ、いやなかったかもしれない。去年は夏の激安セレブはあったけど、うん、そうなかったかもしれない。まあでもキャンペーンはあったっすね。芸能人が絡んでたかっていうとちょっと微妙ですけど、ちょっとわからん。多分なかったか。多分10月にそのイグジットのハロウィンキャンペーンがあって、12月に、9周年っていうところのやつもあって、フワちゃんとかあとはアイドルかのキャンペーンがあって、まあそこで2つやってもですね、そうこの9500万から600万、はい、この期間に2つあったんですよね。あっても7ヶ月かかってるんで、やっぱどう考えてもこんぐらいかかっちゃうんじゃないかなと思います。まあ、早くて年内ギリギリかなっていう感じですね。はい、っていう感じになるのがまあ一番濃厚かなと思います。皆さん的にどう思ってるかっていうところもですね、まあ予測の方もぜひねコメント欄で教えてもらいたいなとは思うんですけど、っていうところです。で、内容はねやっぱりね、ペアツム推しですね。はい、全部ペアツムっす。全部ペアツム。9000万ダウンロード記念から、9000万ダウンロード記念の時はチャームを含んでたんですけど、それ以降は全12種で来てるんでね、3回とも。まあ、ちょっとそこでチャームツムがね、なくなっちゃってるんで、もうペアツム2体押しでいってるんですよね。なんで多分9800万もおそらく、ペアツム2体押しになってくるんじゃないかなと思うんで、まあここで、パステル、ドナデイとか、まあ、あとはラブリースティッチとか、あとはまあベルヤジュも三が日でしか復活しないんで、その辺がまあワンチャン来るかなと個人的には予想してるんですけど、まあいずれにせよね、ペアツム2体入りの全12種はかなり熱いんで、はい、そう、年末年始ね、今年とかまあ来年の年末年始は、そう、記念セレボも含め10周年も含めマジで熱いので、皆さんマジでコイン稼ぎ頑張りましょう。はい、っていう感じで、9800万ダウンロード記念セレボの、予想は以上になります。ちょっとグダグダ喋ってしまった感もありますけれども、皆さんぜひ予想のコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは、バイ。